エリリンチャンネル。皆さんこんにちは。今日もあなたの愛の寄せエリリンがお送りするエリリンチャンネル、エリリンビーム。今日はですね、私中年治療について話をしたいと思うんですけれども、まあ、そういうことを言うと私のこの本を見てなんか入れただろうっていう方いるかもしれないんですけれども、そうです、私入れました。糸なので、これはただ糸で腫れてるだけなので注入剤の腫れではないです。今日はですね、注入治療について先生に詳しく解説してもらおうと思います。気になる方は最後までご視聴ください。そもそも注入治療ってどんな治療ですか？注入治療というのは注射器の中に何らかの薬剤を入れてそれを注射をすることによって、まあ、肌質の改善を期待したりとか、まあ、見た目のバランスを整えたりとか何らかの効果を及ぼそうという治療のトータルでの言い方だと思います。注入治療のメリットを教えてください。まずは施術そのものにかかる時間が短いということになります。注射器で薬剤を注射するだけということがほとんどの治療になるので、まあ、注射する時間って考えたら長く見ても15分から30分ぐらいで終わるんじゃないのかなと思います。2つ目は体への負担が少なくて、そしてダウンタイムが短いということになるかと思います。美容医療の場合は針で刺すんですけれども、その針っていうのをできるだけ細くて小さい針にしていたりします。そのため治療の内出血とか赤み、腫れ、これは生じる可能性はあるんですけれども、なるべく小さくしようということを考えていますので、そういった意味での体や見た目への負担やダウンタイムというものが軽くなると思います。3つ目としては治療によりますけれども、施術後すぐに効果を感じやすいものがあるということになります。例えばヒアルロン酸の注射で例えば鼻を高くするといったことは、注射をしたらすぐに鼻が高くなるのでその場で治療効果というのを実感しやすいということで、皆さんにとってのメリットになるんじゃないでしょうか。注意点は何ですか？注意点としてはダウンタイム少ないよと言っても内出血とか腫れとかそういったものが起こることもあります。そしてボトックスとかの場合は注入量に左右差があったりすると、左右で顔の表情が違うとか左右差が出ることもあります。注入系の治療っていうのは基本が繰り返す治療であるということなので、1回頑張って治療すればもうあとは一生持ちますよというような治療ではないというところがあります。またアレルギーを起こすリスクももちろん薬剤ですのであります。あまり多くはないんですけれども、やはりリスクとしてはあるので考えておく必要があると思います。そして過強してあるヒアルロン酸の場合は血管の中に詰まるとそれが失明を起こすですとか皮膚の壊死を起こすということが報告されているので、注入剤は気軽なんだけれどもトラブルがないよというふうに思ってしまうと思わぬ落とし穴があることがありますので注意してください。いろいろな注入治療の名前が上がってたと思うんですけれども、うん、はい、それぞれの特徴を先生に解説してもらおうと思います、はい、まずボトックス、うん、ボトックスは皆さんがよく知っているのは一つ目シワの改善です。これは皆さんよく知っていると思います。だけれどもそれ以外にも実は作用があります、筋肉を動かなくするという役割があるのがボトックスなんですけれども、筋肉というのは動かなくなると痩せてきます。このため筋肉のボリュームがあって顔が大きく見えているよという場合、例えばここのエラですね、ここにボトックスを打つとエラの部分にある咬筋という筋肉が小さくなるので、筋肉を小さくして顔の輪郭を変えるためにもボトックスは使われています。そして3つ目、汗を止める効果があります。これからの時期脇の汗が強いよという方、脇に打ったりとかもしますし、あとはですね、あんまり多くはないんですけれども、なんかこう頭とかおでことかの汗がすごすぎるっていう方が、頭皮とかに打ったりすることもありますし、多汗症といって手とか足とかがぐっしょぐしょになっちゃう人がボトックスを打つということもありますので、汗を止めるための治療としても使われます。そして最近結構やられているんですけれども、スキンボトックスというふうに呼ばれていることが多いんですけれども、シワを改善するのよりもっと浅い皮膚に打つことによって肌がつるっと張りがある状態になるというようなこともあるので、そういったところにも使われています。ボ
ボトックスのメリットとデメリットは何ですか？メリットは確実に効果がある。人によってはデメリットというふうに捉えられるんだけれども、3ヶ月ぐらいすると効果が弱まってきて、6ヶ月すると元に戻ります。だから何か嫌だなって思った時もそれが永遠に続くことはないと考えればメリット、逆にいいなという状態が永遠に続かないっていうふうに考えるとそれはデメリットにもなると思います。あとはあんまり多くはないんですけれども、ずっとボトックス打ち続けていると中和抗体というのが出てしまってボトックスが効かなくなってしまうというようなことも言われているので、そこもデメリットの一つです。あとは一番多いデメリットとしては注入量が本来の適正な量より多ければ効果が強すぎる、弱ければ効果が弱すぎるというふうになってちょうどいいラインにならないことがあります。でもここは個人差が大きいところなので、やはり同じクリニックに通って自分にとってちょうどいい量、ちょうどいい打ち方を見つけていくとデメリットは緩和されるんじゃないのかなと思っております。ヒアルロン酸はまず古典的なやり方としてボリュームを出すよというために使う場合っていうのは、鼻を高くするとか顎を作るとかおでこを丸くする、頬がこけているのを頬を丸くするというような感じで輪郭を変えるために使います。そしてシワですよね、ほうれい線とかを目立たなくするというような形に使われたりもします。そしてたるみをカモフラージュするような形で打つ場合もあります。というのが古典的なヒアルロン酸の打ち方だと思います。メリットとデメリットは何ですか？メリットはやっぱり注射器に入ってるんで、注射器を持ってくれば入ってすぐ打てるところが一番のメリットかと思います。ただしデメリットはいくつかあります。ヒアルロン酸というのはどうしても体の組織に馴染むものではないので、入れた時にここに入ってるよっていうことが分かります。本来だったら肌の下っていうのは皮膚の下に脂肪とか筋肉があって柔らかいんですけれども、ヒアルロン酸が入ってると、そこになんかゼリーみたいなのがいるなっていうのが分かったりします。で、触った時に分かるだけだったらいいんですけれども、それが表情とかを動かした時に同じように動いてくれないので、なんか盛り上がって見えるとか透けて見えるというようなことが起こったりします。そしてアレルギーを起こすリスクがごくわずかだけどあるよということと、デメリットの一番嫌なもの、側線といって血管に詰まってしまうとそれによって皮膚が死んでしまうとか失明してしまうという最悪のことも起こっています。ということで安全に気をつけて使う必要があるものです。じゃあ次、保湿改善系、これ最近すごく注目されてきたかなと思います。で、肌質改善系のものの薬剤っていうのはもう本当いろいろなバージョンがあります。ヒアルロン酸が入ってるものと入ってないものがあるし、ヒアルロン酸が入ってたとしてもそれが過強されてるヒアルロン酸と過強されてない非過強のヒアルロン酸というものがあるし、それ以外に入ってる栄養成分みたいなものが、例えばアミノ酸が入ってますよとか、抗酸化成分入ってますよとか、美白成分入ってますよとか、ポリヌクレオチド入ってますよっていういろいろと加えられている成分っていうのがいろいろあって、肌質改善系の薬剤っていうのは本当にいろんなタイプのものがたくさんあります。で、有名なところっていうとやっぱり古くからある伝統的なものとしてリジュランっていうのがあるし、あとは最近私が好きだなと思って皆さんに言ってるのがプルリアルが好きだなと思っています。で、これは何をするかっていうと、本当に肌の浅いところに打っていくことによって、ヒアルロン酸が入っているものが特にそうなんですけれども、ヒアルロン酸の作用によってこの肌の保水率、水分率っていうのかな、これを上げることによって肌が潤った張りのある感じの肌にするっていうことができるのと、あとは製剤によっては肌の栄養となる成分っていうのが含まれているので、例えば真皮のコラーゲンとかエラスチンを増やしてあげるということができれば肌自体の張りが良くなるよねとか、美白成分が入ってるものだと美白効果があるよねとか、そういったいろいろな薬がありますというところですね。じゃあメリットとデメリットありますか？
メリットっていうのは肌育って言われるように、まあ、肌本来に後からサポートしてあげるような成分を入れることで肌を良い状態、健康で美しい状態に導いてあげようということで、なんか肌本来のコンディションを良くするっていうところがメリットなのかなと思っています。あとは肌に対するアプローチっていうと、やっぱ日本の人ってレーザー大好きじゃない。肌育系ってレーザーとは違う感じ、潤って内側から光るような肌になるっていうので、レーザーとはちょっと違うまた肌の完成をするのかなっていうところがメリットかなと思っています。デメリットはですね、これ1回だとほとんど効果が分かりません。 3,4 回やらないと効果が分からない。そして 3,4 回注射をするので結構値段が高いということで、今レーザーとかだったら1万円切るものからまあ数万円台ぐらいで顔全体にレーザーが当てられる。でそれによってまあシミとかが結構消えたりとかっていうあるんですけれども、肌育系は数万円ぐらいでなんとかなる治療じゃないっていうところがデメリットかなと思っています。脂肪溶解注射は、まあ、とかく皆さんから、まあ、金毒とか言われがちなんですけれども、まあ、脂肪溶解注射は効果はあるんです。きちんと臨床データでは脂肪が減少しているっていうデータはあるんですけれども、まあ、皆さんから悪く言われてしまう理由は、この値段払ったらこれぐらい痩せてほしいっていう、このバランスですね。ここのところがどうやら皆さんの考えるバランスに及んでないことが多いんじゃないのかなというところで、まあ、皆さんの評判が悪いような気がしています。ただまあ脂肪溶解注射というのは実際には脂肪を減らす効果があるのと、自分でダイエットするとかもしくは脂肪吸引をするという、まあ、努力だったり痛みを抱えるよりは、まあ、楽にアプローチをできるということで、まあ、今でも使っている方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。注入とはちょっと違うかもしれないんですけど、点滴も結構人気あるじゃないですか、うんうんうん、白玉点滴とかプラセンタとか、あれって先生的にはどうなの？いや私ね、とにかくプラセンタ好きだった。肩こりひどいから、そう肩に打つともう適面に肩こり良くなるからプラセンタは好きでした。最近忙しくてできてないのが残念。だけどね、プラセンタをすごい愛用してる人って、私プラセンタ肌って呼んでたんだけど、肌いくと似てるこう発光する感じの肌になるので、あの肌にいいと思いますよ、うん、安いしね、うん、コウモトビタミン C が好きかな。コウモトビタミン C はすっごいむくみが取れます。今回は美容医療クリニックで扱っている注入治療について簡単にまとめて話してみました。まあ、注入って言ってもいろんなものがあるんだなと分かっていただけたんじゃないのかなと思います。で、まあ、注入系っていうのはレーザーみたいな大型な機械がなくてもできるっていうところで、まあ、いろんなものが世界中にはあったりします。はい、これからも何か面白い新しいものっていうのはね、きっと日本に入ってくるんじゃないのかなと思います。もう本当にいろんな治療がありますが、改めて皆さんの理解が深まったら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。